皆さん、こんにちは。おはようございます。今日は5月の8日ということで、まあ、ゴールデンウィークが明けたんですが、私の方はまあ、そうですね、特にどこか行ったっていうのがあんまり記憶ないんですけど、ちょっと知り合いのところに、ホームページを教えに行ったとか、そんなことはありましたけどね。今日はですね、ちょっとそうか、AWG にまた3回目、5月5日の子供の日は受けに行きましたよね。まあ、そんなことはどうでもいいんですけど、今日はですね、この、なんか、死ぬとかね、っていうようなことについて、どういうふうに思っているかっていうか、みんなにこう共有したいなと思ったんで、ちょっと、この動画を撮ってます。まず、なんていうんですかね、告知というか、ね、がんが発見された時に、自分で思ったことって本当にあんまりなくて、あ、そうなんだみたいな感じだったんですよね。で、それがまああんまりちょっと衝撃が大きすぎて、その時はあんまり分かんなかったのかなと思ったんですけど、何日経っても別に涙も出ないし、全然どうっていう感じじゃなかったんですよね。私にとって死は全く恐怖を持ってなくて、それよりも生活の品質が落ちることの方が、嫌だっていう風な、そういうことに対してのちょっと恐怖はあるんですけれども、そっちの方だったんですよね。で、まあ、よくよく、このことについて、まあ、考えてみたんですけど、結局皆さんどうですかね、死ぬって怖いですかね。なんかいろいろこう人生歩いてきてですね、知ったことの中に、動物もそうなんですけど、例えば動物がこう強いものに襲われてこう食われる時とかって、多分痛くないと思うんです。逆にこう、怪我をさせられるというか、食べられてるときって、あまりの、激痛で、逆に気持ちがいい状態になってると思ってるんですよ。だから、怪我なんかしたときも、ちょっと大きな怪我のときって、直後は痛さが感じられないですよね。そんな感じで、ちゃんと動物うまくできてて、そういうときって、痛くない。逆に気持ちがいいみたいな、アドレナリンがいっぱい出て気持ちが良くなるみたいなね、そういうふうに動物って作られてるんだろうっていうふうに考えてるんですよ。だからなんていうのかな、死ぬ時っていうのはまあ普通は大体まあもうそろそろこうね、息が続かなくなって意識がなくなってっていうような感じで死ぬわけで、まあ、眠って、普通は普段次の日の朝起きるんだけど、今回だけは起きなかったっていうだけだと思ってるんです、僕は。だから、普通に毎日夜寝て、朝起きてっていうのを繰り返してるわけですけど、それが、今回だけは、もう、起きれなかった。で、起きれなかったっていうことも、ね、私は、まあ、魂があって、世があると思ってますけど、人は、肉体から離れても、生き続けるというかね、そういうふうに思ってるけど、もし、全く何であるにしても、ね、目が覚めないから、もう、物まくなんて気がつかないわけですよね。だから、必ず人は死にますから、今まで死ななかった人っていうのは歴史上残ってないんで、だから何恐れる必要がないんですよね。まあ仮にあと半年とか数年とか10年でもいいんですけど、まあ、いずれにしてもいつか死ぬんですよ。で、いずれにしても眠って起きないだけなんで。そのことの何が怖いのっていう。で、後に残したことになんか、なんか、
悔いがあってね、そういうことをあの時間があれば片付けていけばいいだけで、それ以外に自分自身のことについては恐れることが何もないっていう、まあ私の場合も60還暦超えてもうそこそこね、まだ前半ですけど60代だけど、まあ結構長く生きられたんで、ある程度満足してるんですよね。あのやりたいことはいろいろまだまだあるんだけど、それがこう全部達成できるかできないですよね。でも若い時から分かってるんで、達成もできないし、まあ、達成したらまた次のことをまた思いつくんで、まあ繰り返しなんで、中途半端に人生って終わるってもともと思ってるんでね。だからそういう意味で、あの別段途中で眠っちゃったらそれでいいやと思ってたんで、まあ、そんな風に考えたらいいんじゃないかなっていうふうに、この辺もう一回ね、皆さんにはこういう情報を共有したいなと思ってます。だから、死を恐れる必要って全くないっていうふうに私は考えてて、皆さんもそんなふうになっていただけたら、まあ、逆にね、そういうふうにあの、恐れず楽しく生きていくことの方が、ね、死ぬか死なないかじゃなくて、楽しく生きるか生きないかっていうことの方が、生きていくことについては最後まで大事なんだなと思うんで、今日はお伝えしました。ここまであの動画を見ていただいてありがとうございました。